おっすおっす、どうも炭酸のお兄ちゃんです。今日はドッカンバトルのガチャをお送りしたいと思います。すいません、マスクをしておりますのはまあもう夜だし、もうおひげがね出てきたということで、まあ今更剃るのもめんどくさいのでごめんなさい。今日はちょっとこのひげ隠しという意味でマスクですね。そして今日はね3月18日サイヤの日ということでね、ドッカンバトル初めて初のサイヤの日ということで、今回来てるのが SSR 魔人ベジーターですね。はい、これは熱い。さあ今回の目玉はこの魔人ベジータね。もうベジータの中で多分一番好きかもしれない魔人ベジータが、あのなんかもう M って M はちょっとまあ かっこいいのか、まあ、でもかっこいいよね。かっこいいのもあるし、なんかこう闇落ちっていうのもいいしさ、あのなんて言っても俺は悟空のスーパーサイヤ人2とベジータのスーパーサイヤ人2の戦いが何気に俺ドラゴンボール Z の中で俺一番好きな戦いかもしれないね。少なくとも5本の指に入るぐらい本当好きな戦闘でね。あそこはオリジナルなんだけど、そう、あそこ漫画でないのはちょっとショックだったんですよね。血がドッカン覚醒すると、ファイナルエクスプロージョンですね。もう魔人ベジータの見せ場中の見せ場。あれ、ファイナルエクスプロージョンまで出ないな。あ、これか、アクティブスキル違うな。あれ、どれだろう。ファイナルエクスプロージョン見れない。まあ、ごめんなさい。ちょっとファイナルエクスプロージョン、できないんですけど、そう。まあ、最終的にファイナルエクスプロージョンになるやつですね。で、あと、もう持ってないキャラばっかだしね。多分これ新しくか。ワンパク超パワー、スーパーサイジントランクス少年期と、ゴテン少年期ですね。この、ベジータがボコボコにされている時に、トランクスが怒って、こう、お父さん、を助けに行く。で、ついでにこう、5点も加勢しに行くみたいな感じで。そして、あの世での再会、悟空、天使、ベジータ天使。これは、ゴジータになるやつでしたね。はい。で、ブロリー、フェスゲン。で、バーダック、フェスゲン。こっちのバーダックの方がやっぱ好きな。で、ベジータ、ブルーベジータ。全部持ってない。うん、全部持ってないから、どれ来ても嬉しい。でも、魔人ベジータ狙いで行きます。で、ちょうど500個あるんで、100連、やります。では行きましょう。さあ魔人ブ18号、まあ、関連性はない。あ、でも放手が2時間でもそんな熱くないね。そんな熱くないかな。さあ、リャンシム4、ドラム、18号、 RRR、ザーボンさん、なんか R ばっかだな。でベビー、少年隊、フリーザですよ。で、人造人間16号、ちょっと俺似てるやつ。って言われてるね。会社の人から。で、人造人間19号。で、よいしょ、人造人間が次ます。ん？これは、バーロット。はいはいはい。まあ、爆死だね、バーロット。バーロット使わないな、多分。あ、わかんない。結構フュージョンカテゴリー。まあ、フォーゴジータがフュージョンカテゴリーだから。のリーダーだから。うわ、17号単品か。いや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 、よくないね、よくないよ。多分18号がくっついてたらクッソ熱かったんだよね。はい、ヤムチャ、悟空で18号。お、なんかすごいな。なんだっけ、邪念部。さっきからあのなんだろうね、このフュージョンカテゴリーのキャラクターがすごい来る。でリクームで、ゴクがで、ヤムチャ2枚目で、ギャリック砲ね。でダーブラ、おー、でビーデルさん、これ持ってないかな。かわいいね。ごはんくんはあの短い方が好きみたいなこと言ってる時ですね。いやいやいや、ちょっとね、よくないね。30連目。あんまよくないね。フェスゲンも何も来てないし。そろそろ来てほしいな。いっぱい来たけど。一鉢ね。いっぱい来たけど。さあ、3ぐらい行くか？行かない。さあ、ベジータね。タユンマヌ、試練？訓練か。コロで、ジャネンバ、ご飯で、ベジータね、
まあ、今回の技上げ用だね。で、悟空、すごい対比だね。で、魔人ブー、九州ピッコロ。あー、これめちゃくちゃき、持ってるやつ。多分これで虹かな。で、18号。おー、ディスポ。これ確か極限してるやつだっけ？ディスポ。はい。いやー、違うな。さあ、これで40連目か。40連目。そろそろ、なんか来てほしいなと思ったら、今度は誰も来ない。あれー、でも、スーパーサイズになったな。割れる？これ。割れないよね。黒髪じゃないと。あ、やば、これ。GT5 点、魔人ブーはミスターブーになるのか、名前が。天津飯、ミスターブー。で、GT5 クスーパーサイジン2。で、ロケットパンチ。で、パン。で、ギャリックホーム。皆殺しだ。からのブルマ。いやー、なんかさっきから微妙だな。やべえな、これ50連目。フェスゲン一体も来てない。おー。あー、でも虹か。でもなんだよな。やべえな。お、いきなり SSR はいいね。ご飯少年期、ファイアドラゴンバージョン、ヤコでトランクス未来、18でドクターゲロでパンブーキでザーボン、ん？アビットザーボン3用でベジータでベジータ、そろそろラストかな。お、メタルクーラー、メタルクーラーは初ですね。メタルクーラー俺好きなんで全然いいんですけどね。いやー、でも来ないね。見せ場がない。お、ベジータ来るか。フュージョン、あー来ない。でも黒髪だ。俺の端末ほんとね、全然フュージョンしないんだよね。あー、これでね、ウーロンのね、ギャルのパンティオークレだったら LR 確定だったんだけど。ジースベジータ、いやー今回もダメそうだな。ベジータゼア、フロストでベジータでベジータね。まあベジータガチャだから。天津飯、トランクス GT か。いやー、まずいね。まあ、最後に魔人ベジータ来たらもうこれは全部許す。さあ、またベジータ来た。で、ビリスさんを思い出。いや、頼むよ。うーわ、本当にもういい加減にしろいい加減にして、このベジータ来るのに合体しない率は半端ない俺。セルジニア、ドラム、チャオズ、イクーム、でピッコロさん、次の劇場版楽しみだ。でスーパーサイジントランクス未来で天津飯で、お前なんか死んじゃえ。でギニュー隊長、おー18号さん。いやー、多分ね、あと20連まあ意思的にね。いや、あと30連ある。あ、いや、うん、あと30連ある。またベジータ来たもう3回来とるよ、3回来とるよ君。はい、合体しない。やばい、本当に。ベジータが仕事しね。17号ベジータでパイパイさん
ピラフマシン合体ピラフマシンからのスーパーセージバーダックで18号でサウザーでシェンジース、グレートサイヤマンか、次は僕の番だよってね。あと20連いやもう全部使う。500頑張って貯めたんですけどね。いやー報われないかな。フェスゲー一体も来ないの、やばくね。おー、あとゴッド悟空、ゴッド悟空からのクリーンで、スーパーサイジントランクス、ギャリック砲、ミスターサタンで18号でギャリック砲ダブルソンデーでクリリン、ミラだっけ、そうミラミラ、ま、暗黒魔界の人造人間、これ普通にアニメ化してほしいな。こうまあゲーム限定か。うわラストチャンス、何もいいことがないガチャだな。さあラストチャンスで奇跡を起こせるか。おっミスターサタン魔人ブー、うわ初めてだ俺。で黒髪か、うわ最後にちょっとワクワク。さあサンキュードラゴンボール、きた LR 確定、ギャルのパンティ、おおここに来て、キラキラベジータ、これ確か次覚醒するんだっけ、これフェスゲンなんだけど LR は確か確定してるんだよ。でチチさん、この頃のチチさんはマジかわいい。でミスターブー、天津飯、なんか一瞬名前が出てこなかった孫悟空からの、おカメハメハからのギャリック砲からの、超能力でザーボンさん、エレガントブラスターの髪を切ったビーレルさん。さあお前魔人ブーピッコロ吸収、あれあフェス編、あ LR 確定じゃないんだあれ。まあでも狙ってたやつじゃないんだよな。まあ最悪最後の最後にやっと来たけど、これはもうまあ爆死だね。だって100連してフェス編1枚よ。まあこれはもう純粋な爆死ですね。はい、ということで皆さんはいかがだったでしょうかね。当てた方もしくはね、同じく爆死しましたみたいなねコメントをもしもよろしくお願いいたします。またねガチャまた石食べますんで、また、ガチャやります。ぜひ見に来てください。そしてチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ではバイバイ、チャオ。